これもまた15人ぐらい光ってたな。パーフェクト見に行こう。ういい。12年を受けるのは、やはり、なかなかリスクもあるから。結局、相手次第の危険なとこあるんだよな、ぶっちゃけな。つい。ほら、ほい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 。結構強引に展開取る、縦回りしたと思うんだけど。相手が全員結構組み上げられてたから、すぐに展開取られたね。22も光ってた、マジで。どんどん増えてるな。15、16、19ときて22か。ほい。スナイプどんどん増えてね。まあ、でもスナイプが増えてるかどうかはわからないけどね。あくまで光ってる人ではあるから。まあ、増えてる可能性は高いけど。さあ、これもまたしても先ほどと同じ最大マージンに突入する可能性が大ですね。ういえ、ういえ。最近ドレミックに負けてるから、でも全然勝ち越してはいるよ。しゃあない、ほんとに。最大マージンはもうしょうがないからね。どうしようもないとこある、ぶっちゃけ言うと。大体5回に1回ぐらい負けてるペースであるから、全然余裕で勝ち越してはいるけどね。うい。うい、え。連体制。タイミングが大事になるからな、本当にな。おら。ほい。平均はするとはいいよね。最近の戦績だとまあどうかわからないけど。全部の戦績を平均すると、多分5回に1回か4回に1回ぐらいのペースだね。負けてるペースとしては、対ドレミ君の戦績はね。大体まあみんなそんなもんじゃないかな、最上位でも。ドレミ君に限らず。全員そんなもんだと思う。ほい、ほい。連ムーブでいこう。おい、おい、おい、おい。かみて左回転使いますよ。両回転使いますよ、もちろん。右回転と左回転使っとかないと、それ、最適化ができてないってことになっちゃうからね。光ってない人も強いからな、それ。一回事故っただけで光んないからね。ずっと1位取ってでも、一回事故って90ないとかになったら、光んなくなっちゃうから。光ってないからといって、猛者じゃないという可能性は、限りなく低い。うい、1位と2位の実力差が分かる。このゲームはマジで俺極めたからな。自信満々にもう、このゲームはマジで極めたと言えるわ。ほい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 。多分最上位勢で俺からトリプルスコア回収してる人いないんじゃないかな。ほい。ほら。ほら。これぐらい、本当にズバ抜けてますね。さあでも結構50人以下になるのは早い。今回早いな。割と早い気がする。ほい。ういうい。ね、で、あの人と一旦タギ消してるから外しといた方がいいな。これでもの戦術もう神以上に発展してない。いや、わからない。俺は今のところそう思ってるけど、結局、それは気づいてないだけであって、戦術自体発展する可能性は全然あるとは思うよ。わからないけどね。そう俺は思ってる。あくまで。あの人ちょっと鍵やばいな。おい、おい、おい。トリプルスコア、いや、ダブルスコアで SS だね。ダブルスコア回避で SS。さすがにトリプルスコア回避で SS はね、ちょっとね、甘えだと思ってるんで、もうちょいね、頑張っていただきたい。ほい。俺ちょっと厳しく判定するよ。これギャラクシースキンだね。おい、おい、おい。で、
もうレンジ動くでいいんじゃないかな。レンジ動くでいくか。おるわ。おるわ。ほい。ほい。ほい。削って、PSD。ほい。おっと、フジリン哲也さん。500円スパチャありがとうございます。皆さんこんばんは。もみじの時期も終わり気味だけど、神は見に行ったりした。自分は見に行ってはいないですね。ありがとうございます。さあ、バチが集まらない状況。とりあえず、その人の。いや、この道でターゲットになるかな。なんねえか。51の右倒したいんや。そう、その人、その人。あー、でも、耐えるっぽいか。いや、いけるんじゃない ?51 の右。結構狙ってる人多いから、取れる可能性も高いけど。うい。倒していきたい。そうすれば多分50にはなるかな。あー、取れたか。ちょっと惜しかったな。ギリギリタイミングが間に合わなかった。おい、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 合ってる気が違う、マジで。紅葉か。で、3人、4人分。あの人、連プラス詐欺消してんのか。ちょっと4、あ、でも、無理だな。やめといた方がいいな。今、連使い切ったけど、結局、詐欺は、本数しないから。あんまり分が悪い。子供位置にして、ここはカウンターで行こう。ほい。無言お休みと。悪魔さん、250スパチャありがとうございます。ういー、ういー、ういー。うい。二人分。ナイス。これはタギゲーできるな。タリッカーでも。で、さっきの、そう、その右の下の人がね、タギゲーしてたから、やめといた方がいいな。ほら、ほら。うん。50% 嫌になったね。ほい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 。3人分。ほい。ほい、ほい、ほい。4は受けるね。4はそれは受ける。で、一旦外しとこう。一旦外します。はい。Tスピンバーストと。まこさん、250スパチャありがとうございます。Tスピン15。うん。子供1リッカーひとまず。うわぁ。おい、おい、おい、おい。ちょっと練習してるから外しとこう。ここまで全部積んで、とどめにこういった。バッチ狙いで、あの人か多分。多分だけど。だよね。とりあえず把握しといて、面も積むスピードは普通に速い。どうだろうか。超究極にディレイかけてるな、あの人。この人が尋常じゃないぐらい究極にディレイかけてる。はい、
さあマージン突入していく。この状況でマージンが入るとなると、まあ最大まで行くんじゃないかなとは思うね。ほいほいほい。ただね、サンパはちょっと限度があるからね。限度のラインがあるから。ターン受けて、これで一応、タネ6にはなるか。ターゲット多すぎる。さて、音配信感謝と、ゆたさん、600円スパチャありがとうございます。一回操作当ててから外した方が良かったかな、今の。どちらかというと。これも受けるか、強気に。ほら、マージもだいぶインフレしてきてるからね、5ラインかプラス。やばいな。ハゲゲもしている。送って、いやー倒せないか今の、ちょっと遅かったか。この人倒せんじゃない、無理か。ナイス、取ったはいいが、まあ最大、ほぼ最大マージンレベル来てるから、こっからだよな。このタイミングでターゲット外れるか。はい。
左くんロイくんな気がするな、なんとなく。はい、残り3人怖すぎる。一応体勢はいいけどね。貫通してきた。とりあえずその人送るか。交互に送って。あぶね。無理やり速度に間に合った今の。波大抵の人じゃ今の間に合わねえ。展開取り直していくか。一応でも繋がるっちゃ繋がる。無理やり3連戦組んでる。いや残り3人の状況マジでやめてほしいな。タイマーになってくれ、頼むから。オッケー、タイマーになった。これで多分ね、ロイ君だと思うんだよ、俺の予想。貫通させて、オッケーオッケー。危ね、ギリギリ貫通した、今。よし、レンジ獄モードだな、とりあえず。間違いなくめちゃくちゃ耐えてくるから。休憩。ある程度積んで、まあ、ディレイをかけるという手もありなんだよな。
地味に4列連チェックなものを組んでるように見える。うん、75% だから相手耐えやすいんだよな。一応貫通させていい。危ねいいだろ。いや、掘ってくるか。オッケー、しっかりと倒していく。これロイ君だと思うよ。だよね。うん。さあ、非常に長い試合であった。5位ドリミ君もいたね。で、4位にロータ君もいて、3位にトモ君もいてた。これは長かったな、辛い。まあ辛いよな、本当に辛いよね。でも頑張ってたと思うな。何回展開取り直してただろう。5、6、7回ぐらい、いやもっとか。耐え方バレるのもまた辛い。それね、いやでも長い試合だったな、本当にな。めっちゃ長かった。記録更新した、マジで。おっと、ルイージスナイパーさん対戦ありでしたと。200円スパチャありがとうございます。いや長かったな本当にこれ。2位ロイ君スナイプ、3位トモさんスナイプ、4位リョータ君スナイプ、5位ドレミン君スナイプ、2位3位4位5位6位7位8位9位10位までこれ全員スナイプだね、相変わらず。で、14セプタ君ですね。14、15、初期さんではないか、これ。13、初期さんかと思ったらちょっと違ったわ。14、15、16、17、18、19、20、22がスナイプだね。で、25、26もスナイプ。あ、ほんとだ、ルイージスナイパーさん。28位の方ですね。28、29、31もスナイプ。35、36もスナイプだね。で、43 CP ギソも、ギソなのか分かんないけど、43もスナイプ、47もスナイプ、はぐれメタルマリオ、ちょっと、バチが俺の、この星の紫になってるね。52もスナイプ、さっき手に入れたのかな。59もスナイプと。ともとも、65もスナイプ、やべえ、これも32ぐらいいくんじゃねえかな。やばいね。